ニュースポストセブンです。2009年に覚醒剤取締法違反で逮捕されてから今年で15年になる酒井紀子さん、家賃10万円のアパートに10年以上も住み続けていました。アパートは酒井さんの育ての親のような存在だったという元建設会社会長の子 T さんが用立てたもの。しかし T さんが亡くなった後に賃料が適正価格のおよそ3分の1にあたる10万円しか払われていないとして T さんの息子に民事裁判を起こされていました。裁判は酒井さんが勝訴、法廷闘争は2年ほどかかりましたが決着したようです。ニュースポストセブン。